はい、今回はですね、年末年始タイはパタヤに行ってきたので、その Vlog をお届けしたいかなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろやってますね、なんかね。まあ、長々箸ですよ、本当に大活躍しちゃった、うん、何日ぐらい行ってたんですか。1週間くらいかな。29日はですね、ここは何をしているかって言いますと、朝食を食べに来ておるんですね。おー、毎日外でご飯食べてた。で、何をしてメガネ、メガネ、うん、お、なんか食べてる。そう、このジュースも美味しかった。これ 何を食べてた。このね、レタスがね、ここで栽培してるんですよ。目の前で育ててる。そう、ほー、もうなんか美味しさもひとしおじゃない。しかもね、これ美味しかった。美味しいんですね。そう、甘みがあって皮も厚いっていうのかな。へー、すごい食べてる。そう、これね、レタス毎日食べたね、うん、毎日レタスだった。ちなみに誰と行ったんですか。タムヤン旦那さんですね。そうそうそう、はい、食いてご飯食べて帰ってるんですかね、私って。お、あ、いいですね、ホテルですよね。そう、これ良くない。このプール、いい、羨ましいでしょ。ちょっとこのプール超いいよ。いい天気もいい、真っ青、もう毎日天気だったね。あー、そういう時期なんですかね。そう、しかも2メートルありますから、大人のプールだったですね。足つかないですね。そうね、関心がさ、おい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 、マネキンなの。おい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 、もう監視してないじゃないですか。そうなの、そうなの。置いとくだけって感じですかね。で、こんな感じですよ、ビーチは。いいね、大人のビーチですよ、ね。でね、あのプール沿いにバーがあって、ありますよね、そう、こういうの。よくない、これ。いい、そうで、早速何をするかというと、本読みますね。泳いでくださいよ。本読みますね。あ、これ飽きたんだ、私多分これ。もう読んだ後。いや、読んでる途中に飽きて、ホテルのチェックをしに行ったんですね。あ、こんなホテルだっていうことで撮ってくれたんですね。そうそうそう、ここがエントランスで、パタヤ、パタヤ、パタヤですよね。バンコクから車で2時間行くか行かないかくらいです、ね、ちょっと離れて。そうそう、おケーキ、おいしそう、おケーキ、おいしそうなんだけど、うん、あのタイの甘いのって歯溶けるぐらい甘いからね。確かにね。どうしたんだってくる甘いの。ありがち、ありがち。なんか食べてはないです。見ただけでした。あ、こんな感じなんですね。そう、外こんな感じで、夕方、夕方ラフシモンズを着て、おしゃれな人が急に現れた。そう、歩いた先は、はい、どこ行ってんですか、これは。これは夜ご飯を食べに行こうみたいな感じで歩いてて、はい、屋台のサングラス屋さんを見つけましてですね、はい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 、なんか、ね、よくない、よくない、お、いいですね、よくないって買ったと。ちなみにおいくら万円だったでしょうか。500円。100バーツだから400円。あ、すごくない。うんうんうん、ビワ物価って感じ、うんうん、こんな感じのね、屋台がたくさんあるんですよ。あ、素敵。そう、あのスイーツから揚げ物から魚からお肉までみたいな、うん、結構観光客も、うん、結構多かったよ。欧米人が多いかなみたいな。結構欧米も多かった、欧米多かったね、うん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 、その後にちょっとアジアって感じかな。わ、なんかこういうの好きじゃないですか。いいっすね。そう、あ、アジア感。そう、なんか屋根もついてるから雨でも大丈夫っていう。あ、そういう場所があるんです。そう、マーケットなんですけども、なんかもうもやっとする、いい感じの T シャツいっぱいありますよ。好きそう、好きそう、着てそう、好き、こう大好き、こういうの。買ってはないですね。買ってはないね。買ってはない。買ってはないね。あ、これね、ワニ。ワニ。ワニなの。すげえ。なんか聞くには結構淡白らしいよ。鶏肉っぽいって言ってました。さすがにちょっと食べるのあれかなと思ったんで、あれだったんですけど。これ何してるんですか。屋台で。屋台で物色してます、ね。今日は何を食べようかな。あ、もうじゃあ実際にご飯を食べに。そう、物色をしている最中ですね。安いです。これ虫なの。うわ、タンパク質ではあるけれども。あ、イカですね。イカ、魚ですね。はあはあ、これにしました。お、イカとこの塩焼きのお魚にしました。ここでちょっと焼いてくれると。そうそうそう、人そうじゃない、この人、このお兄ちゃんが。そうそう、でゲットゲットゲットしました。ここで食べないんですね。そうそうそう、ホテルに持って帰りましたね。いい顔してる。おいしそう、でか、おいしそう、おいしそう。イカ好きっすね。ハマってるって言ってました、ね、イカ好きだね。いろんなソースをつけながら、でまた、はい、イカ食ってね。ほら、イカうまい、イカうまい。で、終わったご飯の後は、はい、呪術回戦。タイで呪術回戦見てたんですか。だって明智くんとさ、金ちゃんがさ、見ろって言うからさ、年末に。見てください、面白いから。そう、だから一応見てみた。どうでした。よくわかんない。
弱かった10話くらいまで見たんだけど、はい、逆に何が面白かったの？五条悟がかっこいいとかないですか？結局戦って戦ってでってなっちゃったダメだこれはダメだ。次です。はい次です、はい、翌日は何をしているかと言いますと朝ごはんですね。まだ外で朝ごはん食べてます。同じ場所だっけ？ここすごい。インドとアラビックもあるし、はい、ジャパニーズもチャイニーズもウエスタンもあるし何でもあるの。わーすごい。またレタスだレタスまあね売りですもんね。そう美味しいんだよねレタスかて日々レタスですよ。なんか言ってる。うまいうまい言ってるんでしょ、ね、うまいうまいってやっぱ違うねって言って。あまたプール。あれこれ同じやつ出てません？もしかして。うんうん、ちゃんとしてる。合ってます。場所ちょっと違うでしょ画角が。本また本本も変わってる。ちょっと変わってるでしょ。変わってるけど。でほら。ああ泳いでる。お風呂入ってる。おーよー寒いよー寒いよー寒いよー。あこれあのスーツケースの時に紹介してた。ガカモレです、ね。ガカモレの水着だ。そうそうそう。お割とね。お泳げるんですか。泳げるよ。割と泳げますよ。えちゃんと泳いでるじゃないですか。上手じゃない？私ね、運動できないけど、うん、水泳だけは得意。えほらあ自由形クロールいけますよ。えほらいいフォームいいフォーム綺麗なフォームすごくない？運動できないキャラはあれなんビジネスキャラだったんですか？運動はできない。ただいやできてるじゃん。これだけはできる。すごい。水泳だけはできる。綺麗なフォームでした。でこれ何喋ってるかって言いますと、うん、思った以上にパリピのプールじゃねえなっていう深さもしかり長さもしかり結構泳ぎ切るの結構大変だなっていう話をしておりました。あ翌日大晦日。大晦日でご飯。ご飯あ変わった。フォーでございます。でも実はフォーの先にまたレタスがあるんですね。あるんですか？あったんですね。あで絵代わりしないのもなんだと思ってルームツアーをしようかなと思って。はいはい。あ泊まってるとこですね。そうそう結構広かったよ。こんなとこに泊まっておりますよっていう。うんうんうん。お風呂あれお風呂ですか？お風呂大きくない？大きい。で洗面台も2つもあって。ああやって吊るしてるんですね。そうそうトゥミのバッグを。トゥミのバッグこうして吊るして便利ですよ。ここもお風呂毎日入ってましたね。でトイレがあって水着でやってる人がいる。水着で暇だったんですよね。ほら、また泳いでるじゃん。今あったら泳いでるからね。泳いで意外な一面ですわこれ。綺麗なフォームで泳いで、あの人いつも毎日泳いでるなみたいに思われてる。そう多分そう思われてると思う。でやっぱり南国といえばカクテルじゃないですか、うん、でまた夜の街に繰り出すと。ご飯も買いに行ってるんですかまた。そうそうそうご飯を買いに行ってる。あでも多分その前にマッサージとか行ったかな。パタヤの街です。あマッサージだ。マッサージリングマッサージっていうところがあって、はい、毎回ここに行ってましたね。今回は体式マッサージにしてもらって。この人の力が強いんだ。全身全身全身へ全身と足だけとか肩だけとか。あ選べるっていう。そうそう結構安いんでしょ。これで300バーツだから、はい、1200円くらい。安い。1時間1200円。日本だったら毎日行きたいもん。ね、本当それ、はい、だから毎日行っちゃってた。で行きますよねそれ ね。素晴らしい。あいいですねなんかガチャガチャした感じの街で。でしょ。で31日はもう歩行者天国みたいになってた。あなるほどなるほど。で31日くらいは外食しようっていうところで外食をしております。イギリスのパブでタイ食った。タイご飯。そうそうそう。あでもタコスも食べた。あこれタコス、うん、タコス初めて食べたんだけど私。あそうなんだ、うん、あまたイカ食べてる。イカ揚げただけだけど。イカだやっぱり。ほんとイカ好きなんだよね。揚げてるけど。そう美味しいんだよね。で最終日はなんかね、これだから夜だからもう。そうもう12時近くかな。年明けの。そうハッピーニューイヤー。わー花火。そうボーンボーンみたいな。うわ近っ。みんながね浜辺にやってきてこうお祝いしてるの。ボン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 みたいな。うわいいな。でしょ楽しかった。もうわすごい奥の方すごい。そうお昼みたいに明るかったよ花火で。うわすごい。すごくない？これが延々やってんの。へえ。みんなハピニャーハピニャーハピニャーって言って。いいっすねいい過ごし方ですよ年末年始の。後ろにも上がってる。うわすごい。海岸沿い中でずっと花火。へえ。
楽しかったな、また行きたい。これいいですね。そう、しかもそんな混んでないし、そう、ね、日本の花火大会とかよりね。そうそう、みんながね、しかもハッピーオーラが漂ってる、うん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 、気持ちかったね、これは。ね、和やかな感じ、ほんとこんな感じで、みんな座ったりとかして、うんうんうん、ビール飲んだりとかなんかしながらグダグダずっとするみたいな。多分2時3時くらいまでこうやってんじゃないかな、うんうんうん、で、この赤いのが提灯なんだけど、提灯を上からほーって上げていく感じ。そんなに上に行くんですね。結構行ってたね。のがやってたりとかして、なんかありますよね、何かね、ね、はい、願いを込めてみたいな。で、お正月からプールこの三角ビキニほら、お背泳ぎになってる。背泳ぎできるのすごくない？背泳ぎになってる、すごくない？すごいです。あれ、私ね、クロール、平泳ぎ、背泳ぎ、はい、得意じゃないけどバタフライもいける。あー、すごいですね。で、またまたさ、マッサージ、マッサージこのマダムも力が強かった。これってずっと同じ絵が流れるんですか？お察しの通りほら、またイカ出てきたどうしよう、デジャブ感。デジャブ、もうちょっと頭がおかしくなりそうな。毎日一緒、パラレルワールド。そうだね、陥ってるね、これ。なんか象とか虎とか出てこないんですか？見て、そのうち見て、そのうち見てこれ信じていいのかあ、またご飯ね、ご飯ね。今回は牡蠣と卵の炒め物も食べました。なんか見てる。まだネットフリックス、韓国のなんかドラマを見てたような気もしますね。で、2日目、何をしているかと言いますと、ご飯、走ってご飯行ってんですか？そう私ってさ、走るの下手じゃない？変でした今なんか、うん、私ね、ちゃんと走ってるつもりだったんだけど、ね、こんなに自分って走れないんだと思った、あ、これはご飯食べるところを撮ってなかったなっていう。で、ここはこの先にもレタスがあります何食べてるんですか？肉？ね、豆か、うん、豆のカレー。豆か。また泳ぎに行く背中全開きの、全開きの貧乏ちゃま。そうそう、美味しそう。これね、スムージー、ホテルの隣のスムージー屋さんで、はい、右がアボガド、左がキウイですね。アボガドはね、なんか飲んだ後に、はい、しばらくして、うん、私何飲んでんだっけっていう感じの味、うん、あ、そうそう、アボガドだくらいな感じの、なんかこう印象の薄い感じ。 あんまりアボカドしないってことですね。うんうんうん、うん、で、ここがちょっといかがわしいタウンだった。気をつけろって言って感じのところで、行った先はここですね、ツリータウンって言って、ここも市場で、すごい活気があった。ここも、うん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 、なんかいろんなものがあるの、うん、これ赤貝ね。赤貝赤貝ね、毎回食べてる私。最終日に当たってもいいように帰るだけっていう状況にしてから食べに行く。ほら、買ってきた。本当だ、買ってきた赤貝。あと、このなんか奥の青いやつもいつもあります。チンゲンサイじゃなくて、空心菜も毎日あった。毎日ありますよね。多分私たちは空心菜、レタス、イカでいける、はい、大抵のことは賄えるで帰ると。あー、もう最終日。ほら、蝶々バッコ、いろんなことしてたね。5個ぐらいしかまあ、これがでもリアルです。これがリアル。なんか、そう、本当は虎とかさ、はい、あの寺とか行こうと思ったんですけど。そう、寺とかね。そう、でも私そのために生きてるわけじゃないしな、やりたいことやろうって思ったらルーティンでした蝶々バッコの Vlog の感想などもぜひぜひ、はい、書き込んどいてもらえたらなと思います、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。